ラトーレデエステバン・アンブランは、スペインカスティーリャラマンチャ州、トレド県のムニシピオ。ラトーレデエステバン・アンブランという名称は、教授地帯内に残されている、イスラム支配時代の古い塔に由来すると考えられている。その塔は、明かりを伝達手段として、アラミン城との間で通信を行うために、使用されていたもので、エステバン、 アンブランとは党を所有していたモサラベの名前だと言われる。ラトーレデエステバン、アンブランは、サンタクルスデル・レタマール、メントリダ、カサルビオス、デルモンテ、ラス・ベンタスデ・レタモーサの各自治体と隣接する。2011年1月1日現在の人口は1809人。キリスト教徒によってこの地が再征服された後、13世紀にエステバン、 アンブランの塔と名付けられた塔の周囲に人が住み始めた。15世紀初頭には、ペドロロペス・アジャーラの所領となり、1436年、カスティーリアの貴族アルバロデルナに売却された。その後カスティーリアオーフアン2世によって、アルバロデルナの資産が召し上げられ、王の所有するところとなった。その後、面倒さ一族の手に渡り、1568年、 ペドロゴンサーレス面倒さによって国王フェリーペ2世の秘書官のディエゴ・バルガスに売却された。ラトーレデ・エステバン・アンブランは1833年まではグアダラハーラ県のコルメナール・アルビエハ保守法管家区に属していた。自治体首長はカスティーリャ・ラマンチャ国民党のマリーア・エンマ・ガルシーア・サンチェスで、自治体評議員はカスティーリャ・ラマンチャ国民党5。 カスティーリャラマンチャ社会党4となっている。ラトーレデエステバン、アンブランはトリーホス司法管轄区に属す。ありがとうございます。